秩父34カ所は埼玉県武甲山という霊山の麓の秩父盆地に点在しています。秩父34カ所は西国33カ所、坂東霊場33カ所と合わせて日本百観音霊場と言われ、日本を代表する観音霊場です。秩父34カ所は文暦元年1234年に生まれ、室町末期に人々に巡礼されました。当初は33カ所でしたが、天文年間1531年頃に第2番札所真福寺が追加され、34箇所になったということです。34箇所をすべて巡るには約100キロメートルの歩行と言われています。江戸時代になると観音信仰は庶民の心の支えとして隆盛を見、現在も多くの人がお参りをしています。WSTV では真っ赤に色づいたもみじの中の一番札所島無事からスタートしました。無住の札所山中にある二番札所真福寺、龍の透かし彫りが見事な三番札所常泉寺、1300体の石仏とこれも見事な子育て観音がある四番札所金勝寺、夜を徹して華道の奥義を講じ合ったという五番札所五華道までの道を紹介します。秩父34カ所巡りは西武鉄道秩父駅からスタートしました。秩父駅から西武観光バス定峰行きバスに乗ります。予定では25分間バスに乗り、土地屋バス停で下車します。このバスの乗客はほとんど秩父34カ所巡りのウォーカーと巡礼者です。まるで巡礼御用達のバスです。バスは秩父の街中を走ります。車窓の風景が変わってきました。山並みが見えてきました。もともと秩父34カ所は秩父盆地に点在しますから、このバスは札所の間を縫って走っているようなものです。秩父34カ所巡りはバス利用されて何回かに分けて歩くのに適しています。バスのアナウンスも秩父34カ所巡りバージョンです。
土地屋バス停に着きました。さあ、いよいよ秩父34カ所巡りの始まりです。バス停から交差点まで少し戻ると石の道しるべがあります。秩父34カ所巡りはこの石の道しるべが全行程案内してくれます。左、一番札所とあります。ここにも大きな看板、車用の看板のようです。しばらくは舗装された道を歩きます。さあさあ、これからと進んでいくと木の葉の雨が降ってきました。今日はこの葉散らしの風です。前方に鳥居が見えてきました。この村の社の八坂神社です。この先が一番札所島無事です。左側に参拝者用の駐車場が広く取られています。一番札所島無事の境内の真っ赤なもみじが目に飛び込んできました。見事な赤です。右側に趣のある建物が見えてきました。江戸時代創業の旅籠一番です。一番札所島無事の前にある旅籠だから旅籠一番ということでしょうか。そのまんまです。このお宿には秩父の人芝生の湯という温泉が湧いています。一番札所島無事に着きました。